はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、キコナチャンネル、本日はキコーナ八尾大使堂店から生放送です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで、今日はね、なんか店長不在ということで、オープニングこの3人ということでね、はい、主任はね、結構慣れた感じで、もぎこなまも結構出ていただいてるんで大丈夫かなと思うんですけども、今日なんかニューフェイス2人、はい、はい、ちょっとヤンキーおるけどヤンキーちょっと後でにしようか。はい、じゃあニューフェイス、じゃあ、どっちから自己紹介と、年齢スペックとちょっと軽く自己紹介いただけたらと思います。スペック、スペック、自分のスペック、ここ推しです、推してます、ここっていうところがあれば、どっちからいきます。はい、あ、じゃあ、はい、お願いします。じゃあ自己紹介を。はい、じゃあ副主任の小浜と言います。はい、お願いします。お願いします。あだ名が確かたっくん。それは一人だけですよね。そうなの？なんかおっさんやのにたっくんとかさっき言われてましたけど、一応あだ名たっくんでつけたけど、本当はなんて呼ばれてるんですか？ハマーが多いですかね。あ、ハマーが多いの？オバマはない。ないっすね、今最近はないっすね。あ、そう。ハマーは外車かなって感じですけどね。おっさんたっくんって言われてますけど。はい、じゃあたっくんはおいくつですか？30です。あ、30歳なんすか？はい。あ、それはおっさんやな。動画のおっちゃん、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。お願いします。え、ジョンウンさんじゃないのって言ってますか？それは知らんわ。じゃあ次、初登場よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ、副主任の木村と申します。はい、お願いします。あだ名が何でしたっけ？あだ名キムユで呼ばれてます。これなんでキムユなんですか？略した感じ。もう一人木村がいるんで。あ、そう、あの、はい、もう一人とか言う前に、はい、元からキムユじゃなかった？元からキムユや。あ、元からキムユやった。めっちゃ言わされてるけど。LINE の名前がもう、あ、そう、なるほど。あ、なるほど。勝手にキムユなんかお風呂屋さんみたいな名前になってますけどね。キムユ、キムユはいくつですか？24です。あ、若いっすね。嘘やん。なんか年齢逆にした方がしっくりくるような感じしますけど。あ、なるほどね。若い副主任2人、よろしくお願いします。じゃあ。お願いします。若くはないか。はい、キムユって呼んでねって自己紹介してるんですかって言ってますけどね。まあ、キムユって呼んだ方が分かりやすいよね。はい、お願いします。はい、で今日は船畑主任と、さっきのヤンキーパンダね。久しぶりに。怖いわ。怖い。眉間からの。眉間からのもね、もね。ちょっとね、パンダさん背が大きいから、ちょっとね、人より背が大きいから、怖っ。これ何も言わへんねんな。じゃあ告知はこれ主任でいいのかな、教えていただけるのは誰が。はい、はい、しましょうか。じゃあよろしくお願いします。はい、まず、はい、ちょうど今日から怖告知していいですか？パンダの巨人がいる。はい、じゃあお願いします。はい、今日からね、まず7機種、はい、ウルトラセブン筆頭に、はい、海ブラック、はい、と、ガンダム、アマネジ、はい、ゼータガンダムですね、はい、と綱取り物語、はい、破壊しようとしてまだ綺麗なお店なのに。タナスロット3機種ですね、はい、トータルイクリプス、はい、ハイスクールオブザレッド、はい、チューラメキ、はい、こちら稼働開始ということで稼働開始しておりまして、はい、HM も、レイアウト大幅変更。なるほど。海ブラックも3台導入してます。あ、もう1円に早速入っているということで、はい、フル稼働しておりました。なるほど。まあ、ぜひ、こちら、PR とでもね載ってますので要チェックという感じで、はい、あと真ん中のねこれ気になりますけど、はい、で、今週末からですね、はい、金曜日からファン感謝デー、はい、夢祭りですね、はい、今回。なるほど。6、7、8とありますんで、はい、ぜひご覧。めっちゃ見てる。めっちゃ見てる。キコーナのファン感謝デー、はい、こちらタペストリーにもついてますんで。なるほど。あ、ほんまや、ついてるわ。ぜひ、この3日間、一応抽選時間がもう決まってるんでしたっけね。3時と7時、はい、これ、3点共通点になってますけど、これ八尾とキレイと、キレインターが同じってことですね。はい、はい、じゃあもうちょっとやっぱり台数多い店の方がええんかな、この辺はね。もちろん、もちろん。商品もなんか違うような気がしますしね。うちだけで総当たり本数435本。やば。やばいやばい、多いね。台より多い、台の半分以上あるかな。はい、ぜひ、この3日間ね、まあ一応、カウンターの方にあれですね、景品ももう、設置してますので、どんな当たるかなっていうのを見に来ていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。
ブラックいきなり1円にも入れるなんてパンダ店長よくわかってるってなってますめっちゃガッツポーズしてる、はい、ぜひ、ご来店ねお待ちしておりますということで今日はね、まあ、ウルトラセブン2にしよっかなとも思ってたんですがやっぱり関東今日ウルトラセブン2でしたね告知見たらで昨日一応見かけが、最速でウルトラセブン2やらせていただいてて、まあ、当たり方はなんとなくねあの見た感じなので今日は、やってない寝台もう一個の方ね近江ブラックチュラメキ一台だけちゃうかったっけ打ちたいチュラメキあチュラメキ打ちたい解説していただけるオスロのウルトラセブンあパチンコのウルトラセブン2と VS でもよかったですけどね、まあ、今日はちょっと、こちらの、7台ありますねこれ 4A の方かな、はいはい、近江ブラック4の、近江ブラック4じゃあ近江お物語4をブラックでねこちら、しだしていこうと思いますので、まあ、一応ライトスペックなので、まあ、当たりは軽いんじゃないかなと思いますんでね初日もだいぶ稼働良かったということで聞いてますんで、まあ、これをじゃあ今日店長どうします？出玉対決にするのか大当たりにするのか大当たり回数でいきます回数刻んでいくな、はい、じゃあ、一番ダメやった人がケツバットでいいですか？どっちがいい？出玉がいい？いやー出玉でしょ回数の方がねじゃあ出玉でいくどっちがいい？ブレブレやな出玉出玉で一応振り分けがね、3ラウンドぐらいあるので16 と,、はい7と4やったかな結構16に偏ったらいいかなって感じですけど、ううとまあ、とりあえず先当ててもらわないとね大変だなと思いますのでじゃあ4台、分回していきたいと思いますのでよろしくお願いしますこれじゃあ台取りどうしますか稼働から4つ抽選やわ抽選システム持ってくる包丁持ってくる包丁ほんまや値上がりやったよね1回整列からやりましたけどねちゃんとねどうしますじゃあ、一応今日、将棋地の稼働のねデータランプやっぱ左角めちゃめちゃ出てますけどそれはやっぱもう海大好きなハマーからあ僕からいいですかどうぞおっちゃんたっくん一応稼働と、右角かな、40回超えてますね僕右角ですねあ本当、はい、じゃあ 4番目じゃあ次は新しいニューフェイスキムユキムユさんありがとうございますじゃあどういく265手前もめっちゃ出てるんですか265そこカメラ置かないいやいいけどシダモードにしてないと思うよどこがいい外角あ角行くんや、はい、了解ですあ両角じゃあ抑えられた感じですねじゃあ、主任か店長じゃあ船崎さん当たってんの両方取ったそうですねどっちも40回超えあれ少ないホールあ、27。じゃあ一番出てない。じゃあ店長が一番ハマってる方でいいのかな。ジューシーハニーで。分かってた分かってた。行きたかったんやろうなと思った。じゃあどうします？初任どっちがいい？あ、こっち。あ、2番目でいいですか？はい。じゃあ店長3番目で。ちょっと頭大きいですけどね。見えへんからね、下。気をつけて。怪しい。はい。じゃあね、早速座っていただいて、もうそのまま音量だけちょっと下げていただいて、じゃあ、準備できた方からシラの方よろしくお願いします。パンダさんはね、途中でちょっと顔が熱くなってくるような気がしますのでもうね、結構ね、熱い来てるよパンダかぶったん、どれぐらいぶりですかね半年ぶり以上半年ぶりぐらいですかねねえ、今日ちゃんと輸送してきましたね、パンダはいやっと、八尾にパンダがそうですね、到着しましたねこれで、やっとツイッター上げれるわほんまやね今まではただの2期店長が出てたから、ね、そうそう今日はパンダ出ますパンダじゃなかったら何の価値もないそんなことはないけどね逆に八尾のスタッフさんなんでパンダなんやろうって思ってはる方多いかもしれないけどね今日初めて見たスタッフびっくりしてたねえ事務員さんがなんでって言ってたけど寝屋川の経費で買った言ってなかったっけ言ってましたけどね改めて見たらやっぱめっちゃ汚いあ汚かったねめちゃめちゃ年季入ってますよね中が真っ黒一応ファブリーズでシュシュッと着てして日陰干しはしときましたけどねはいじゃあコメント、読んでいきます、山形からこんばんはとねありがとうございますお腹が半端ねえとね海するならペヤング大先生呼んでこようよって言ってますねいやペヤングねはい声かけたんすよほうそしたら僕ら今日明日が営業会議であ全体ね会社の月一の全体会議そうそうそう営業会議の前の日に行くわけないじゃないですかって言われたね前回が前々回か多分同じエリアのね前々回がキレ売り割りで八尾来てくださいよっていう話はしてたんですけど
ミキさんから声がかかってたら行きますって言ってたんやけど、毎回言ってるけど、あいつやっぱ嘘つきやな、ね、大好きな海打つのにね、前回も冬ソナしょっぽい結果で終わってたけどね、まあ、またね、あの矢を、まあ、ちょっとほんまに会議やからか分かんないけどまあ、またいつかね、乱入してもらえたらなと思いますね。パンダはということで、久しぶりパンダ来てます。重度の聞こえちゃん、中毒者です。怖眉間が怖いね。いつもありがとうございます。今日も岩手からこんばんはってね。丸っこいねーって言われてますけど、これはタックンのこと言ってるのか、キムユーのこと言ってるのか、どっちやろうね。タックンのこと言ってるのかな。どっちもやどっちですかね。どっちも。はい。プロレスラーっぽく見えるってね。タックン、タックン、タマゴンっていうあだ名になってますね。タマゴンぴったりすぎる。卵っぽいってことで、はい、ニューフェイスさん性癖はまともですかって言われてますけどこれね、ヤオはほんとちょっと前回ね、そうちゃん出てましたけど、タックンとキムユさんは大丈夫ですかね、その辺は。いやもう大丈夫です、ノーマル。僕も大丈夫です。あ、ノーマル、はい、なるほど。じゃあそうちゃんを、まあ、超える人なかなかいないと思いますけどね。なかなかあのレベルいないです。そうですね、発掘しても、あ、おったわって感じだったもんな。あの人がちょっとおかしいだけ。おかしいだけ。で、若いのにね、今にもバット振り回しそうなパンダでね、ちょっと今素振り確認しましたけどね。黒バットがね、ちょっとどこにも売ってなくてですね、まあ、急遽あのトイザラスでバットを仕入れたら、あのバットしかなかったということで。トイザラスまで行ってくれたんですか。そうらしい。そうそうそう。すみませんね。いやいや、黒バットあれなんですよ。ジャパンにも売ってなくて。ジャパンかドンキーに売ってるんですけどね。ドンキーもあの普通なの硬いバットあるじゃないですか。プラスチックのあのバーマーいたやつ、あれしかなくて、あれはちょっと狂気やなと思ったんで。あれほんまに痛いやつやった。そう、プラスチックでもね、ちょっとこう太めのバットの方がまだね、そうそうそう、音もいいし、まあ痛いけど。いや痛くないよ別に。痛くない。どっかのスタッフさん青あざなってたけど直し。はい、まあまああのバットを探しに、ね、行きましたけど。パンダさん、こまりちゃん元気にしてますか。こまりちゃんね、はい、パンダの模様の、はい、あのおまるが届いたんですよ。でそれ今日載せてくれたらしいんですけど、いかがでしたか。ギャン泣きしとったら、なんであかんの怖かった。なんか怖かったんでしょうね。なんかね、結構パンダさんのお洋服着たりとかね、そうそうそう、してるけど、ちょっと慣れるまで時間かかんのかな。このパンダは鉄拳のキャラクターですかって言ってますね。また金魚もパランダおるよね。ちょっとスマートですけどね、鉄拳のパンダよりは。鉄拳のパンダより全然スマートです。そうですね、あれちょっとあの爪立てて凶暴やからね。嫁パンダさん今日見てるかなって言ってますね。どうですかね。一応今日配信って知ってるんですけど。あ、知ってるのは知ってるんですね。多分でも寝てんちゃいますかね。まあお子さんいたらね、一緒に寝ちゃうよね。まあ、今日ね、3時からの日本戦もあるということで、まあ、もしかしたら今日仮眠してそのまま3時から見られる方もね、いらっしゃるかもしれませんけど、この4人はどうなんですか。ワールドカップは見てるんですか、連日。すみません。あ、主任は見てる、はい、あれ今回ね、結構番狂わせ多いですけど、どうですか。めっちゃ固まってますけどね、決勝トーナメントが。あー、そっか。さっきがブラジルやってたんやったっけね、確か。終わったかな、今やってるとこか。11時から、2時前ぐらいまでですよね。昨日の試合が結構長かったですもんね。PK2 回ありましたからね。優勝はどこやと思いますか、主任は。結構トーナメントで、ね、難しいですけど。日本でしょ。日本日本は強化ではありますね。そうですね、初のベスト8ですしね。ベルギーが世界、今3位ですね、FIFA ランク。そんなに上がってると思わなくて。で、まあ、でもね、ポルトガルも負けたしね、どうなるか分かんないですよね。ロシアがちょっとね、勢いづいてますけど。そうですね、なんか開催国の、なんやろ、あるんかな、追い風というか。ね、日韓の時もなんか日本そんな感じでしたもんね。やっぱり応援も多いもんな。ロボゲイシャ優勝かな。これツイッターでトーナメント表をね、パチンコの台とスロットの台に置き換えてる方がいらっしゃったんですけど、なんかやっぱり上位のねチームは何だっけな、3位のベルギーがシンホギアにしてて、2位がね北斗とか無双とかにしてたけど、日本61位やからロボゲイシャになってましたね。やばい。そう、ロボゲイシャ VS シンホギアみたいになってましたけど。なんかね、それ
コールのキャラに名前られてます。え、そう、日本なんのそれ、日本ヤムチャです。ヤムチャ一番最初に死ぬやつやん。ほんまに、わからんでもないけど、悟空とかベジータとかクリリンでもなくヤムチャなんや。ヤムチャ、ヤムチャもね、序盤はね、強かったですけどね。なるほどな。スロットもね、なんか書かれてましたけどね。まあ上位チームはね、聖夜だったり北斗の転生だったり、あ、日本はスラメチですかかもしれへんね。同級対数少ないし、まあでも寝台やから勢いはあるかもしれないです ね、 ですね。花の刑事が敗退するとはね、言われてますね。あの、あ、そうやね。あ、魚群来た、主任、早速それ当たるやつやわ。目も炎ですね。おお、軽いな、早い早い。おめでとうございます。これで、主任は一応、当たりも取れました。出玉も出ますね。出玉ですね。はい、で、出玉対決でいいですね、今日は。出玉やったギョギョギョって言われてますね。昨日スペイン PK 取れてると思うんだけどなーっていう人もいますけどね。いや、ほんとスペインも負けちゃったし、ブラジルもこれで負けたらね、ほんと優勝候補がちょっと、あのベルギーぐらいしかいなくなっちゃうね。まあイングランドもまだいんのか。今ブラジル対メキシコ後半中で1対0でブラジルが勝ってますって言ってますね。ネイマールがね、もう覚醒するのかなって感じですけど、ブラジル先生とね。パンダさん、ジューシーハニーツ島入れるって前言ってたけど、希望通りそうですか。あのね、はい、残念ながら希望通らず。希望通らなかった。あの、一島40台やけど10分の1の4台になります。4台か、まあ、それでも頑張った方かな。4台通っただけでもちょっとおもろかった。ああ、いけるんやみたいなね。いけたわ。一応大阪は8月になるんですか、稼働。あの前回吹田でやった時にね、あの庭店長が、多分関東が一番早くて、でその後関西というふうにお声かかってたんでね、ちょっとね早く見たいなという人も多いと思いますけど、まあ重心ハギツ出たらね、やっぱりあのニキさんにやってもらいたいですけどね。重心ハギ放送毎週でもええよね。10分の1わらわら、アスカキララが出てくるね、言われてますけど。パンダさん、副主任2人はコマコマやチャンカーさんに匹敵してますか。いやいやいや、あれ特殊やからあれひどいよね。あれひどいから、そう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 、大丈夫っていうことで、まあ、前のね、寝屋川みなみにいたスタッフさんまあまあな変わり者要素いましたからね。と言いつつみんなもサッカー見るのかなってやってますけど、店長今日は、朝会議ですけど日本戦は見るんですか。僕あの今日寮に帰るんですけど、はい、寮テレビないんで。ないやあ、じゃあ、あのワンセグも見れないかもしれないですね。もともとあの僕あのサッカー見るの好きじゃないんですよ。あのフットサルはねしてはるけど、自分でするのは好きやけど見ないんですね。だから日本戦も、はい、あの LINE ニュースで、あ、なるほど、結果だけ、結果だけ、なるほどね。さすがにね、まあ、お客様に、はいはい、あのその話題で話しかけられたときに、はい、知らないって言ったらちょっと惹かれるんですよ。あ、なるほど、まあ、知識っていうかね、情報として、情報としては。なるほど、主任これ辺はどうですか。いや、何が面白 い、 いや、もう毎日のように休憩室で お前らそんな盛り上がってるけど、それ見て何がおもろい。主任は盛り上がってる方なんやね。僕はそうですね、ワールドカップとかも野球とかも、まあ、あのサッカーに関してはね、やっぱり4年に一遍ということで、はい、やっぱりあの世界の、ね、サッカーを見れる機会があんまりないんで、日本はいい機会かなとは思うんですけど、まあ、まあ、それもあって見られることも多いかなって感じですけど。お、主任熱いんじゃない、これ。あ、レインボーなってるか、はい、あ、すごい、主任だけ当たってる。これ出玉、出玉あとどんぐりの背比べになりそうですけど一回当たった勝ちみたいになりますよね。ペヤング守りに入りやがったと言われてますね。アトランティスモードも見せてくださいと。ああ、いいですね、光りました、アトランティス。はい、あ、丸っこいな、タックの方でしたでね。トレジャーもいいよ、金属バットでもよかったよと言われてますね。金属バットはちょっと死人でそうなんだよね。これアトランティスに変えたけど、僕これ画面映ってます。映ってる映ってる、映ってます大丈夫大丈夫、映ってますよ、4台全部映ってますから一応キムユさんが今ダブルリーチ来てますけどね、ちょっと弱いかな。全然当たりそうじゃないですか、ね、え、いい音だなって。いや、でも あれやで、もうバイブ待ちじゃなくなってるっぽいから、演出バランス、あ、オーミフォーとはちょっと違うんですかね。そうそうそう、ブラックは
今回の骸骨の船長出るんでしたっけ、はい、出んの出ます。そうそう、なんか新キャラっていうかね。一応スペックはね、あのライトミドル199分の1。私このスペックいいなと思ったんですけどね、へそあたりでもまあ一応、スーパーチャンス 50% か時短100回ついてるんで、あと電池あたりは16ラウンド、7ラウンド、4ラウンドの振り分けなんでね、まあ、ブラッククジラッキーが出たら16ラウンド濃厚かなっていうふうに書いてますけど、もうあかん、限界や、暑いお色直しいきます骸骨戦場クラッシュということでね、ブラック専用のプレミアムエースらしいので、まあ、発生ポイントはリーチ止まらないとか、変動中に生きないでることもあるそうなので、これみたいですねあとはパールフラッシュになると16ラウンドあたりかなと、ロングの方はね。確かにバイブ演出は大チャンスになってますので、あとクリスタルステージはあのあれ何やったっけ、ネッシーでしたっけ、あれが出たらチャンスでしたね。あとの、予告というか、まあラグーンだとね、泡予告、あとは魚群とかね、あとチャンスアップもろもろありますけど熱そう顔がちょっと赤くなってる、あ、お色直し、あ変身が解けましたね、はい、マリンちゃん出てきた、手かざしたら手振り返してくれるよってことですね、鉄筋で叩いていいってね、こんばんは、海嬉しいですってことでね、ありがとうございます。サッカー見るために寝てる人今多いだろうねとやってますけどね、まあそう、多分国民の7割半ぐらいは寝てるんちゃうかなと思いますけどね。果たして今日あのワールドカップ日本戦よりも、はい、こっちのあのニコ生にあの標準をそうですね、貴重な方がねいらっしゃったらすごくありがたいんですけども、まあでも今でもまあまあ海の割には来てるなって感じはありますけどね。私は多分でも YouTube 視聴の方が多いんちゃうかなと思うんでね、今回は。まあ明日がね土曜日とか日曜日やったら多分このままにこのまま見てそのまま起きてねサッカーっていうパターンが多いかなと思いますけど、土平日なんでね明日、うんうんもちろん見てる、こっちを見るために起きてますよっていう方いらっしゃいますね。ありがとうございます。いやもう涙出るわ本当ね。ペヤングパンダがイライラするスロットあるじゃん、あれ何って言ってますけどね、あれはチャブ台返しやったっけ。あーありますね。あ、キムヨさん当たった、当たりました普通に、おっとさらっと当たりました。ほんまや、ちなみにパンダ店長とタックンが当たってないですねキムヨさんこれもう2抜けみたいなもんややばいやばい、あれやな、こんなに海を愛してる2人が、ね、おかしいですね、おかしい、あれ海好きがやっぱこれ好きな台は当たらないとかいうジンクスあるのかな、これ終わったら寝るからって、ね、これ終わったら寝るよっていう人がいましたね、今日は開発済みの男の子出演してないんですかっていうことで開発済みってあのそうちゃんね、そうちゃんは今日ちょっとお休みかなはい、ね、今来たよ、ほらお、ギョゴン来た、来そうな気がしたっすね、来そうな気がした、今絶対そんな感じしとったもんな、はいはい、さあ当たるかですよ、問題は当たるかですよ、当たる当たる、絶対当たるよこんなん、だから目が普通、目が普通ですけど、さすがですわ、店長外れた外れた、あ、7来た、7来た、あまさか、おかしない今の当たらなあかんやん、うわー、ギョゴン2分の1ぐらいかな、今どうなんでしょうね、手かざしたらよかったのにって振り返してくれるよーって、あれチャンスアップあんのかな、振り返すので、ね、あれ左手の方がいいでしょ、左手、ああ、そっかそっか、パーって言われた海あるあるやな、サッカーちょいちょい見てるけど3時はまずちょっと厳しいという人多いですね、これ難しいよね、仕事を7時に終わって8時に帰ってそのまま寝て3時に照準合わせて見るっていうぐらいじゃないとちょっと厳しいね、日本の反対側のトーナメント地味だと思いませんか、主任って言われてますね、めっちゃ思いますねだからっあっちへどこが上がってくるか分かんないですかね、そうですね、これ今昨日までやってたんがあれでしたね、左側っていうか日本側やったんかな、昨日の右ですね、右か地味側、地味側スペインが負けたから余計に多分そうなっちゃった、そうですね、一応あれか、ウルグアイとクロアチアと
あとどこやったっけ、ウルグアイは左側、同じチームあれでしたっけ、そあっちの表ですね、日本と日本とクロアチア逆ですよ、クロアチアもね PK で勝っちゃいましたからね、えベルギーに勝ったら日本チャンスだってね、西野がブラジルにまた点々って、これはあれやったかな、オリンピックの時やったかな、マイアミの奇跡、そうですね、マイアミの奇跡やったから、それは西野さんじゃないような気がするけど、どうやったかな、マイアミの奇跡、西野監督やったでしたっけ、はい、スポーツバー行かないとねってやってますけど、社員はどうなんですか、もう通常の休みやったらスポーツバーとか行ってますか、いや行かないですもう家でゆっくり見る、興味ありますよね、あなるほど、わちゃわちゃ騒ぐのもね、まあ醍醐味かなと思いますけど、ヤオパンダさん、ね、ニキパンダさんはミーハーにもならないのかと言ってますね、サッカーね、海物語でね、海物語のタコは予想するんかなと言ってますけど、これあれですね、日本戦を全部的中させたタコがいるんですよね、確かね、ベルギー戦はどうなんですか、そうなんですよね、なんかあの水揚げしたタコの中で一番息のいいやつを予想にさしてるらしいんですけど、ベルギー戦どうなんて言ってたんやろ、俺、あ私もサッカー見ないわって言ってます、あ、予想、タコの予想は3対0で負けるって言ってるらしい、あぽいぽい3-0 まあボコボコやられてもおかしくはないけどな、日本が行ったら、あ勝ったらハローワーク行く予定、これどういうこと日本負けたら行かへんのどういうことなんやろ、ね、ニコ生見るために起きてるんで頑張っ て、ね、海物語の単発と各編の偏りがひどい時あるよねって言われてますけどね、まあでも 50% 積みですけどね、まあでも時短100回ついてるのはやっぱ大きいかなと思いますね、ネイマール1点入れてから相手にバンバン削られてるってことで、まあ狙われますよね、もちろんね、大っては本当愛すれば愛するほど当たらんくなるのなんでなんですかねって言ってますね、ハックンとパンダ店長はあれなの、好きなの海、僕海ばっかり打つっすよ、あそうなんや、基本海打ちますねやっぱり、あ基本海なんや、ジューシーハニーじゃないジューシーハニーはもちろん打つけど、あ基本は海なんや、基本はやっぱ海かな、たく海の良さってどこですか、いやもうシンプルなとこでしょ、あやっぱりシンプルなとこ、えプライベートで打つときは海は何モードにするんですか、海モードです、ああそうなん や、 いやそうやね、俺も海モードがええねん、もうやめていい、いいよいいよ、得意分野でいってください、じゃあじゃあ海モードでいきましょうか、イーティングデートでね、あえてセブンを打たない反骨心だってくれて、いやまあセブンでもよかったんですけどね、昨日1回やってて今日関東もセブンやってるらしいんで、まあ同じ台ねばっかりって言われることもあるんで、まあ今日はちょっとまあ海好きっていう方もおられたので、さすがっすってね、まひめは3時からちょうどいいねと、そうですね、ちょうど帰ってちょっとパソコン触ろうかないうぐらいが3時になるからね、海モードがなんだかんだ最強だと思いますっていう人もいますね、ほんまそれやって、やっぱり、いや海好きな人ね、ほんと多いですよね、 YouTube でもやっぱり再生回数海めちゃめちゃ上がりますからね、サッカーは興味ないよ、ニコ生の方が面白いからすごいな、あのワールドクラスの大会と比べられるとちょっと怖いけどな、まあ、4年に一遍なんでね、皆さん次見るの4年後ですよ、ねえニキさんは目が普通だったから当たらんかったわって、ね、だって負けた試合見て仕事行くのつらたんじゃんって言ってるんでまだ分からへんね、まだ始まってないから、別に生で見なくても明日の朝のニュースで山ほどサッカーするやんそうそうニュースで十分やってこれはあれやね、ニキさんと同じあの考え方の人ですよね、まあ、お引き戻しました、すごい綺麗な、おかしいな、おかしい、おかしくないよちょうどあれやね、あの回数一番少ない台と一番多い台が当たってますねいや中途半端な台当たってないな、イカ様やイカ様なんてどうイカ様すあーって言ってる、16ラウンドかな、そうですね、 あの扉が来ると16、うわ綺麗な派手、あ来ましたわ、それは熱いわ、3、4、1の停止図柄からお酒ですブルブルチャンス、それ一番嬉しいやつやこれ出玉的にはどうなんやろ、キムさんが一番多いんかな、今多分僕じゃないですかね、でマックス出てもね、出玉見えないほんまやね、当たらないと出ないです、お前最後じゃないと最後も出へんのかな、忙しい、うわウリンちゃんに振られたこれあかんやつや、
ダメだ、ダメだ。これどうですか、海的には絶不調台ですかね。これはもう口ラッキーだ。やめてますよ、僕。やめてる、即やめ。即やめやわ。やっぱあのウリンちゃん、あれかな、調子悪いかな、当たらんかったら、あーあーって言われた。これは即やめてる。延長ボタン押した思ったのに。余分外すんと同じぐらいやろ。ほんまや、コロンビア決勝に来たら最高におもろいんだけどなって言いますね。サッカー録画して何の情報も見ずに朝6時から見る、3時間遅れでも減っちゃらって言いますね。こういう人もいますね、確かに。朝ね、会社行くちょっと前に起きてね、録画見る人もいるのでね。パンダさん、ちゃんとニコ生に合わせて起きてるからやってますね。ありがとうございます。優しいな、みんな。4年前、ツイッターで結果つぶやかないでって人多かったよねってことです。もうツイッター見たらあかんよね、そういう人はね。ああ、ネタバレね。そうそう、ネタバレ。そういう人はツイッター見たらあかんねん。マリンちゃんの日本代表インフォームバージョン作ったらよかったろうね。海物語 in ワールドカップ。ああ、でも面白いかもしれないね、それも。その年しか動かんやん。確かに。4年に1遍やから、次4年後ですね。オリンピックとこうワールドカップでね、交互に出したらおもろいかなと思いますけどね。もう一回来たやつ。もう一回。夜食に超超超大盛りペヤング食べてサッカー見ようと思います。ああ、ああ、それは、それは熱いわ。タック来た？これ来た。それ熱いわ。ああ、これ真ん中も揃ってたらいいね。揃ってたも当たりなんで。ねえ。さあ、タックチャンス来た。ただそれは熱いわ。ダブル。あれ？あ、まあ、でも普通やな。弱い。弱い。これ弱いっすわ。あれ低下、あーあー弱い、あーあーバイブ、あー炎、炎来てるよ。当たりそう。微妙チュイーンってならへんから。微妙タクは信じてない。当たった。当たるー。あーで、お詫び来たーって言われた。それ絶対お詫びやわ。そうそう、お詫びな、おもろお詫びや。ワールドカップの台出た4年間稼働させてよって言われてるね。いやでもキャプテン翼とかもね、4年頑張ってくれたらいいけどな。無理でしょ。ふって言われて。いつからよ、クジラッキーゆるキャラって三陽が言い出したん、いつって言われてるね。クジラッキーはゆるキャラになるんですか。登録してるんですかね。いやどうやろ、ゆるキャラグランプリ出てたかな。出てたら結構上位に食い込むんじゃない。絶対来るでしょ。来るでしょうね。これパチンコ部門とかでやったらね、おもろいんかな。どこが一番あれなんやろね、ゆるキャラ。あつまるくんとかもゆるキャラの部類なんかな、あれ。1位はあれじゃないですか、マロハンさんじゃないですか。何だっけ、ヤンギラス。あ、そうなんや。なんかスタンプとか出てましたよね、確か。確かね、えヤンギラスって言うんや、あの名前。ちゃうかったっけ。ヤンギラス藤丸くんとかだって、藤丸くん、まあ、違うキャラちゃうかだって。店長、当たるよね。パンダさん、苦笑いって言われてる。あ、ダブル来た、リーチ。タックもこれは時短の方ですね、じゃあね。はい。初期も一応2回やったんかな、2連ですね。はい。振り分けが多分あれか、7と4やったんかな。あ、当たりそう。お、ダイブしてる、キムユさん。あ、プチュンした。うわた、ありがとうございます。やばい、角が一番良かったかもしれない今日。これあれなんですかね、大当たり回数多い台避ける人とか多いけど、普通に座って良かったんやね今日は。そのままグミは認めない。パンギラスみたいな。グミ座るとき当たり回数気にする。僕なるべくハマってない台を打つ。ああやっぱりタックはね。店長ガンハマりしてますけどね。いや俺も絶対海プライベートで打つときはもう絶対調子いい台しか座らへん。あ、回数が上がってたりとか、回数が上がってるやつとか、まあ連チャンしてたりとか。そう。あ、なるほど。主任とかあんまりその辺はこだわらないですか。あー、ハマらないな。初当たり軽めな台。あ、なるほど、連チャンしてなくても。そうですね。なるほど。キムユさんは。僕はもうほんまに自分の好きな台しか打たないんで。好きな台。キムユさんちなみに何の台好きなの。パチンコ今ちょっとシンフォギアにハマってます。あ、シンフォギアなんや。なるほどな。やっとこの間格変引いたんで。この間やっとってことはだいぶ心折れてたってこと。はい、もう7回ぐらい単発やったんで。しんど。それはしんどい。何これ、素晴らしい。今日引き強いねってことで3台当たってますね。
ちょっと店長の台、ちょっと深海の方に沈んでるような感じしますけど、ちょっと一回ラムクリするわちょっと浮上させないとね、オカルトに頼るわ、オカルト朝一ね、社会でいないとかニャンマルじゃなかったかな、ニャンマルかな、RTC にしたらいい、ワールドカップやオリンピックバージョンで、ウンハイのキャラはニャンマルでした、どうぞ、ニャンマルな、初当たり軽いと思って座った途端ハマり出す海あるあるってやりますね。それもあるあるある、もうでもラブクリしちゃって、結局は年配のお客さんの引きに勝たれへんから、ダメなんすかねあれね、もうそれ関係なしに海の愛でこうあれなんかな、引き寄せてんのかな、ニャンチューでニャンチュー森口おるな、ミスマリンちゃんが一時期可愛くない時あったけど最近また可愛くなった気がするってありますね。これどうしたね、ミクさん。いやどうなんやろう、2年に1遍ぐらいですか変わるの、確かそのくらいでしょ、今もう何代目やろう、7代目とか、7代目か8代目でしょ、今ちょっとあれよね、あのハーフっぽい人入ってなかったっけ、ねえキムエさん、この方ちょっとハーフっぽいよね、チェルシーリナって名前ですね、チェルシーリナチェルシー真ん中の人多分ハーフですね、ハーフよね、はい、これね、当たってないから見られへん、ほんまやほんまやわ、気持ちの持ちようだって年配の人は言うよね、言うんかな、ちょっとインタビューしてみたいよね、当たるコツとかね、まあ、でもおじさんおばさんはね、あの本当に海好きな方は引き強いなと思うな、いつも、お疲れ様です。キコーナーのチラシの店長のシルエットがパンダ店長に似てる人がいるんですけど、あれはパンダ店長なんですかと言ってますね。誰ですか。いや、あのなんかよく新店長就任とかのポスターで、シルエットだけのポスターあるじゃないですか、はい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 、あのポスターでなんかちょっとあれだから背が高くてスラッとした店長映っとったんかな、わからんけど、どこの店舗やろ、新この方言うてるのあれかな、新宿とか府中のかな、東京の関東の方ですかね、あれでも私なんかいろんな店長のやつ見たら本物使ってる人はあんまおらんような気するんですけどね。あれほんますか。うん、奈良とか拳のやつとかもね、拳全然違う人とか言ってたけどそうそう、本人はできない、本人はやらんのかな、うん、ニコ生ワールドカップ、どこかの会社は休憩室を社員に開放してワールドカップ見てるそうです、そしてそのまま休憩室で寝てるらしい、なんかもうそれはどうなん、まあ、ね、会社としては OK 出してるんやったらいいんでしょうね、なんかちょっとしたあれやね、なんか修学旅行みたいやね一泊移住みたいな感じだね、おもろい、他国のワールドカップより見る価値があるニコ生とやってますけど、一応これあれやね、世界中で一応生放送されてますんで、そうだ、これも一応世界やね、そう、全世界生放送ですからね、皆さんのコメントも全部世界に流れてるからね、ほんと、はい、これ最速ですか、海ですか、はい、海は最速ですね、もう世界最速、そここだわるよね世界そここだわるよね、はい、ハマったら最高って速やんって、ね、1ヶ月しか持たない代議だって言ってね、いやタックの代はまあ時短中なんでね、まあ、引き戻ししたらちょっとラッキーやな、あと40回ぐらい、はい、そろそろ当たります、キムイさんがね16引いてるし出玉一番多いね、もうちょいで5000発ですね、早っ早いな、ライトメダルでもね、このオーミフォーブラックのスペックは全然いいなと思いますけどね、継続率ね、なくても全然いけそう、そのうち海にも小当たりラッシュつくと思いますか店長、いやさすがにそれやってもたらあかんと思うけどな、もうちょっと海じゃなくなりますよね今ちょっとね、ミドルタイプは小当たりラッシュちょっと流行ってますけどね、おっ熱心、熱っ、なんかそんなばっかやな、バイブ来る、じゃあ外れるわ、派手やな、外れるわ、外れた、あまだ分かんないけどね、鳴らんかった、外れるわ、あ、おっ当たりました、ありがとうございます、当たった、タコがおかしいね、あー、タコ、やっぱりあれやね、予想やタコさん、これ金の扉やったら16、あ、16、あ、すごいな、ノーマル扉でも16、どういうこっちゃ、引き強っ、3連ちゃん、あれなんかやってるわ、なんかやってるわラブペしますか、お前、素が当たったけどね、すごい、あれちゃうか、引き強のおばあちゃんとおじいちゃんの血受け継いでるあ、なるほど、シンフォニアではそこはやっぱ無理ってことだから、海物語打てってことだから、
海内間さんもこれから、ね、ちなみに16ラウンドの振り分け 27% なんですけどね、すごいね、結構引いてる。あ、3より 2% 上がってるんや。 2% めちゃ困ったね3より 2% 上がってる。そうですね、振り分けが多分7ラウンドが一番多いですね、40% あるの で4ラウンドが 33% で16ラウンドが 27%。 16ラウンドでもね1700発ぐらい獲得できるので多いですね。おいおいっす、 2% はでかいで、 2% はでかい。これね引けるときほんと16に偏るもんね。さあ店長はあの魚群外れてからすごく静か。 あタックそれ微妙やな。あ、微妙なんや。あ、め、あれですね、炎ならないや。これは外れる。いや、わかんないよ。わ。あ、それ外れるパターンだよ。店長ちょっとホッとしてるけど。喜んでた今外れて。よし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 。すごいね。海の怖さリラッシュは笑うよねって言ってね。確かにね、まあでも今回ね、ウルトラセブン2は以上ループタイプでね、小当たりラッシュもついてますけど。お、魚群わびやわ、めっちゃ集まってる。それわびやわ、絶対。はい、右手右手アカンホースはあー、ならないかな、音これ微妙。おわび、これ2回連続魚群外すのはつらい。あそれはつらい。俺やったらもう大変とついてるもん。とつくな、とつくな。せめてのパンダで続きぐらいにしといて。ふわーって言われた。あれ？俺が立ってる。ちょ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 い。ビタやないか。お、店長乗ってきた。油断してたわ、今。ビタ、完全なノーマルビタ。いや、完全なノーマルビタじゃなかったんすよ。あ、普通にリーチやった。一回手前で止まって、あ、なるほど。何もなかったのにね、先読みも止まったから油断してた。ファーって言われた。両手ならチャンスアップと、右手やったね。いやこれで、タックンと店長1対1。これ、勝ったわ、もう。いや、まあ、僕も終わるんですか。これ、勝ったわ、俺。しかも、魚群2回外してるの辛いね。いやまあ、店長もこのままやと、もしかしたら時短になるかもしれないですけどね。海モード来れよって。いや、時短でも全然引き戻せるから。いやそうなんで、ね、そういうあたり嫌いじゃないと。まあ海の面白いとこですよね。いやしかも海モードがやっぱああいうのが多いから。おーちょっと待って、主任すごいやん。ちょっと待って、俺喋ってたよ。あ、カットイン、主任カットイン。これで主任は3回目、しかも3。素晴らしい。いやほら、さあキムユーさんもこれ続くから、これ転廃したら熱いかな。転廃したら多分確定。あ、当たりました。おーすごっ。なんかやってるわ。なんかやってるわ。ほらリスナーもどんな体幹器使ってんのって。すごい、ね、変われ変われや、お前や。もうこれキムユさん圧勝やね。喋るなって。16ラウンド、16どんだけいくの、はい、すごい。いややっぱな、これ3から 2% 上がってるから。27% 2% の差でかいな、ほんま。めっちゃ言うやん。すごいね、3連続よ、16 4連続今で5連目なんで、はい、4連じゃん。そうね、あの最初のあたり以外全部16ですよね、はい、それは一番パツいくんじゃない。それはちょっとイカ様やな。イカ様イカ様、キムユそんな技術持ってたんだ。これ終わったらもう8000発ぐらいですね。すごー、できんはよーで。16振り分けなんぼよで 27%、はい、こんなに当たるお店どこですかって。キムユーさん、こんなに当たってるお店どこですか。非公な八尾大使堂店です。八尾にございますので、ぜひご来店ください。あ、ちゃんと営業トークします。やらしいわ。言い方がやらしい。やらしい。お前ちょっとこだれ感。黒いクジラッキーってことで、そうですね、今回大見物あたりね、ブラックの仕様になってるので、ブラッククジラッキーですね。リアル交通事故予告って言われてます。帰り気ぃつけや、キムユーって言われてますね。気をつけます。そうそう。出た後、出た後のね、帰り気をつけてあるあるね。こんな当たるお店、ヤオカ行かないって言われてる。海好きに刺されそうやね。ヤオ大指導ってね。言われてますけど。グループリーグの時は店に毎日いることになっちゃうなぁって思って、ね、まあ、そういうワールドカップ期間がね、その全部開放していただけるんやったらね、お店が。すごいな。テレビありますよ。テレビ、あ、そっか、ヤマ休憩室にあるんでしたっけ。休憩所、普通に店内にある。あ、店内ありましたっけ。サッカーつけてるんで、あ、そっか、あっちについてたね。サッカーつ、あれつけてるんですか。は
でも夜、でも夜やもんね。その時間にサッカーやってないから。9時とかですもんね、早くても。前までは9時でやってましたけど。今もだいたい11時ですよね。もう閉店ですよね。逆におったお客様はちょっと退店してもらわなあかんもんね。キムユイやらせ疑惑って言われてる。何もしないですよ、ね、営業終了の、お客様が実際にね歌ってる台をお借りして放送させていただいております。始まる前になんか台開けとくキムユイ体感っていうね、魚群外したら俺なら台破壊してるってやつだよね。魚群よう外れるけどね最近。いや1回ぐらいやったらあれやけど、はい、さっきの2連続はちょっとあれはちょっとひどいわ。ちょっとハマる予感。遊ばれてる。ねえ、タックも抜けちゃいましたからね。このままもし、まあ、ニキさんもこう引き戻ししたらタック今最下位になるよね。そういうことですね。当てますよ。衆議院も今ね、あの2連ド単発入れても3連してますからね。3回当たってますから。はい、ページはちょっとここ勝負どころかも。いやもう全然当たるよ。一応さっきはあれですよね、ラブクリして回転数そのまま立てないですもんね。やっぱオカルトやって。海もオカルト通用すんねや。朝一の状態に戻したらええねん。ゼロ回転スタートね。そうそうそう、朝一から行ってる想定でね。私も昔はね夕方とかでもあの稼働してたけども、最近朝一から打たないと台わかんないんでね。だから触られた後嫌なんですよね。わかんないから、私もあのキムユさんと一緒でシンフォギアよく売ってるんですけどね。シンフォギアやっぱ面白いですよ。おもろいね。ゼロ回転のゼロ回当たり、ゼロ回から回さないとあの台の状態がわかんないからよく売ってますけどね。僕基本でも人が触った台ばっかりですね。あ、そうなんや。ハイエナあ、ブルブルしてる。あ、消えた。またブチュンしてる。おかしいやろあれ。すげえ。ちょっとどんな体感儀仕込んでんのよ、キムユ。いや、わからん。自分が一回びっくりしてます。びっくりしてる。すごいな。それ俺が出す予定の当たりやん。まだ16やで。デモキやろ、ね、すごい。やばいな。デモキや。そんな三陽さん、営業マン来てたっけな、今日。いや、でもやっぱ 27% になってるから。2% のさ、2% の差はやっぱすごいな。魚群2回外し、シンフォゲで絶勝リーチ、2連、デュランダル手紙即開封、赤保留全部200回転以内に外しまくった私って言われてね。まあこの中やったら1個ぐらい渡ってもいいかなという感じですけどね。これ全部外したらつらい。これ来たわ。いや、単純なんダメですね。これは来たわ。あー、もういただいたわ。あわですよ。いや、いけるいける、いける、当たる当たる。さあ、マリンちゃん、お前ほんま。お前で見に行てやん。お前言うた。マリンちゃん一応アイドルなはずですけど、わあと半分ありますよ店長。時間外れるんやったら出てこんでええって。海でそれ言うたら他の台全部そうですよね。もうおもろ、怖い怖いってね。え、16ラウンド 80% ですかってやってるね。振り分け関係ないよね。ね、引き強いとき偏りますよね、ほんとね。全然引けないとき全然引けないんでね。ね、振り分け負けするとき切なくなるもんね。マリンちゃんにお前わらわらって言われた。たまにお客さんいっぱいなのにポツンと朝から夕方まで誰からも触られずにいる台がある。だいたいその隣が爆発してるからかなって言ってますね。あー、それはわかる。ちょっと座るの勇気いりますよね。今の時間でこれ全然回ってないし、隣爆発してるからちょっと当たらんかもなみたいなね。逆にやっぱハマってる人の横って座りたくなるもん。自分の方が先出るんちゃうかみたいなね。いや、ハマってる人の横って大概すぐ当たるっていう。またオカルト。人気オカルト。あんのかなそれね。海とか特にない。いや、まあそれはあえて行く時はあるっすね。あるんや、はい、あるあるって言われてるね。あ、そうなんや。でもあえてそれを狙うとやはりやられるって言われた。あ、ゼロね、隣が出てたらね。木の犬やしゃで綺麗に V 入って2連で終わってしまったっていう人もいますね。犬やしゃもね、結構大変な台みたいですね。昨日のあれかな、店舗のスタッフさんが犬やしゃ10時間朝から晩まで打って3000発しか出へんかって入ってましたね。だいぶ大変やったって言ったけど、はい、ブラジル勝利、あ、おめでとうございます。じゃあブラジルはあれやね、ベスト8進出ですね。吸い取り進出、ブラジル。
わかるわかる。ブラジルやっぱ強かった。お。なんやねん。枠がレインボーです。すんまやー。わしやろ。ラブクリア。1万発超えました。ラブクリアラブクリキムユーの味方が誰も。これで16だったらおかしいもん。そうやね。これで16だったらすごいね。振り分けが強すぎる。16しか出ないとか。あー、怪しいな。あ、ノーマル扉。あー、これは普通やったね。あ、違うわ。まだ16じゃないの？音が7や。あ、7ラウンドですね。あ、7か。はい。これ終わるんちゃう、キムユ。16の時はあれやな、タラッタタララッタッタラー。あ、そっかそっか。めっちゃ詳しい。海好きすぎる。ハマってる人が諦めて横の台打つとすぐ出て勝つとかもある。この台夢があるってやつ。いや、振り分けかなりいいと思いますけどね、この台。7年で1万発超えましたね。早っ。ちょっと今あれよね、これ店長とタックに対する挑戦状やね。もう1万発超えちゃいましたよみたいな。もうまくれないですよね。今すぐ当たっても保留連しまくり、はい、やったらいけるかもしれないな。でもめっちゃハマってる台狙いたくもなるって、ね、勝手に俺なら当てれるみたいな錯覚になって当たらないオチもありますって言われてますね。そうやね、なんか1000回とかハマっててね、いろんな人が挑戦していくね、あの破れていく中、自分やったら当てれるかもしれないって思うことありますね。キムユーはやっぱり体幹機使ってるはずや。パンダさんちょっと身体検査お願いしますよ。いや、おかしいやろ、いや、こっからや、白目。キムユーをケツバットやろうってやってる。買ったのに、買ったのに、そう、買ったやつが目立った、あの、ね、案外ね、あのミキさんの放送は目立った人負けみたいなとこあるんだね。そうそう、最初の決まりあんま関係ないですね。そうそうそう。そう、リスナーからの恨み妬みでね、結局決まってしまうので。終わってもうたわ。キムユできんやな。できんや、できん、八尾大志郎できん、うん、あー、ギキさんもこれで単発終わっちゃいましたね。いや、タックいや、ほんとにいや、どっちになるやろうな。これもう一回当てたもん勝ちになりますね。左2台はね、まあまあはまらずにコンサートに当たりましたけど。走るね。いや、キムユさんの台はね、なんか続きそうやもんね、演出とかが多いからね。何しに出てきたんや、お前。めっちゃ怒ってる。キムユは今日家に帰るまてんって言われてる。いや、気をつけて家に帰ります。お前ね、はい、ゆっくりゆっくりね、ちょっと時間かけて。ケツバットはごぼうでしわくんですよ。ごぼう、ごぼうは絶対あかんじゃない。ごぼう痛そうやな。狂気や。ねえ、ごぼうはやばいと思う。めっちゃ長いやつね。しなるしね、ごぼう。折れはせんやろうけど、しなるからムチみたいになる。そう。一応キムユさんはね、さっきの回転は7ラウンドやったけど、これどうなんですかね。16ラウンドずっと続いてて、ラウンドが落ちると終わるあるあるとかないんかな。あるかもしれないです。これ終わるかもしれないです。で、なんか自分で言ってたらそう思うよね。あ、やばいって、ね、それもうあかんわ。2000回転ぐらい当たらん。2000回転。店長、キムユーを長ネギで誘うぜって。長ネギ。ごぼうよりヤシの葉でお願い。いや、ごぼうで叩いたら間違いなく耳ズバレなる。店長、炎の目のノーマルリーチって熱いんですかって言ってますね。あ、まあ、当たるときは当たりますけどね、炎だけでも。炎もめちゃめちゃ熱いってわけじゃないですもんね、今。昔はめっちゃ激熱やったけど。ハートの目は、あれですかね、プレミア扱いなんですかね、今も。今もプレミア扱い。ね、ハートの目。あの昔のさ、あの SA2、2SAA の枠でさ、ボタン硬くなるやつだった。 あるっすね、あれめっちゃ好きやった。懐かしい。よかったっすね。泡でも当たりますもんね。そう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 、カチカチペンペンペンって押しとった。あれ硬なった。カチってなるっす。効果ボタンね、あれなんでなくなったでしょうね。いや、なんでやろあれ。面白かったっすけどね、あれめっちゃ良かったのに。バイブよりいいと思うけどな。バイブより全然いいけど、うん、ちょっと盛り上がります、熱くなりますよね。最近チャリの2人乗りしてるの見ないという人もいますね。チャリーの2人乗りね、まあ結構警察うるさく打ってるんちゃいますかね、わかんないけど。しょっちゅう見るけど、うん、しょっちゅう見るか。土地柄から。
昔はたくさんいた気がするけど、まあ私も結構見るから夜中とかよう、あの男女カップルね、2人乗りしてる人多いけど、ね、ただあの、はい、チャリの二ケツで、はい、あの女が前こいで、はい、男が後ろ座ってるのがほんまに許されへん。たまにいますね。たまにいますね。何考えてんのみたいな。あ、店長はちゃんと前でこいであげる。いやもう後ろ乗るとかありえないっしょ。あ、男でね。確かに。何のために男に生まれた。そこすごい正義感強いね、店長。まあそもそも二人乗りはあんま用ないけどね。いや、あんなん、はい、後ろからこう急ブレーキとか踏んで、はい、ちょっとおっぱい当たるんがいいんや。そこ下心やな、完全に。あ、なるほど、青春、青春やね、なんかね、それ聞いたら。確かにね、後ろ乗っとっても何もできへんや。そうやね、まあウエストのとこ掴むぐらい、わかんないけど。ゆずの夏色の話ですか。坂道いるな。青春のやつね。はい、めちゃめちゃ、まあ、夏ちょうどいいよね。はい、この台のスペックは、199ですね、199分の1のライトミドルスペックで、50% で、核変で 50% で時短ですね。核変とか ST ですね。今日行けてないマリンちゃんやわ。用事ない時ばっかり出てくる。用事ない時。肝心な時出てこない。もうこれは今日出玉でも大当たり回数でもキムユーさん圧勝ですね、これね。なんかやってるからな。身体検査じゃない。探知機もとこなかったみたいな。その前に男性が20キロくらい漕いでたかもしれないよ。いや、20キロ漕いだ後やったとしても、はい、後ろは乗ったか。これあの2期理論ですか。転落 ST ですか。いや、転落 ST じゃないですね。普通の核変ズバラで、いや、なんだ、奇数ズバラで入ったらね、ST50 足す、時短50かな。 ST 抜けましたね。あ、ほんまやね。こっから時短ですね、キムユさんは。時短ですわ。あ、ほら、やっぱ16引けんかったね。7ラウンドのせいです。まあ、もし、V 入らなくても、時短100回は続いてきますんでね。キムユの、身体検査はよう、なんか機械出てくるよ。たっくん頑張れって言われてます。たっくんファンがいた。ST 確率、ST 確率何倍だったかな。これ書いてたかな。49分の1ぐらいじゃないか。49分の 1? 49分の1。あ、ちょっとで、主任当たった。おかしいな。おかしい ?49 分の1だそうです。はい。まあ、ST50 回でもね、時短、時短50回また着くから。海モード2人が全然当たらへん。そういうことですか。すごい。ちょっと魚群外れたん痛かったね、2人ともね。キムユー、ゲロルなら今だぞって言われてる。何もしてないですよ。対岸、対岸で。キムユー、右のポケット怪しい。身体検査。うまいね。ということで、店長1時過ぎましたけど、どうしましょう。終わりっすね。いやー、ちなみにキムユーさんはね、7連か。はい、7連ですね。そこで、主任もね、連チャンあったりしてないけど、2連して単発単発、引き戻し早かったですね。ドラムのブラックも最近調子いいんですって言ってますね。ドラムも結構ドラム海もね。タックの店長はドラムの海も打つんですか。ドラムは1回だけしか打ってないな。まあ、打つんやったらこっちの、液晶の大海物語の方がいいかな。僕はドラムブラックも打ちます。あ、そうなんや。まあ液晶なくてもね、ドラム機好きな人もいますからね。ちなみに主任は核変座りやったから、これあれやね、 ST 突入ですね。実際続くとこなんですかね。続くとこやっと続くとこなんですけど、ね、店長とタックにちょっとやらします。ST 中当たり引けるかどうか。ST まだ体験してないから。そうそうそう。体験してないですね。主任の台今 ST 中やから、ちょっとお借り、そうですね。ラスト。引けるか引けないか。
そんなんでももう16しか引かれへんめっちゃ言うやん。27%とりあえずサドンですね。はい、まあ、あと ST だけで言うとね、あと50回近くありますし、まあ、あの時短入れたら100回あるんで。おまぶしに当たりました。気分やお前 、はい、やるじゃん。どうぞやってください。いやちょうどええとこで当たった。ちょっと待った方がいい。あ、待つ。あ、7ラウンド。あ、じゃあ ST さっき当ててまうで抜けた方が負けですか。そうですね、そうしましょうか。じゃあ抜けたも負け。これ誰が店長に、ま、仮に店長負けたらケツバットするんですか。キムユー。いやいや、キムユー。キムユーじゃないの。僕はちょっと今後を考えるとあまりしたくないなんでいやいや、放送やから。ちなみにこれは、タックの、ね、店長今、主任、ね、とあのキムユさんの当たった台お借りしまして、ちょっと ST 対決ということで。簡単やん、こんなん。ちょっと逆にこっち当ててやろうと思う海モードで当たるか。あ、なるほど。もう意地やな。あれもう当てられた俺らもう。ほんまやね、ハイエナやわ。下手くそですわ、僕ら。核変座から当たらなかったら罰ゲームで。ちなみに、店長が撒いたお店のスタッフは全力で店長にケツバットしてたから、君たちも頑張れ。ちゃんとしてたで。もうほんまの、もうほんまに下克上やから、関係なしでやってた。これ熱いですよ。これは熱いな。はい、今の熱いですよ。あれ今の結構多分熱かったんですよ。カメラ今の絶対熱いよな、はい、これはやばいから。いや当たるよ、簡単に当たるよこんなん。さあこれ先にキムエさん当ててしもたらもうあれやで、チャンスやもんね。あ、フルスイングでよろしく。今確かにね、フルスイングでやるのが面白くなるもんね。今ね、ちょっと二人、キムユさんと主任はあの店長とね、あのタックンが座ってた台を打ってるんですけど、ほんまに当たったらあれやね、もう。お？お、ちょっと待って、タックンの台。見えへんけどピカ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 。いやこれ弱い。弱い。ちなみにタックンと店長は海で好きなシリーズはどれですか？僕は3のブラックスね。一個前ですね。ちょうど後ろにある。ああ、なるほどね。難しいとこやな。難しい。いや俺あの SAG の、片番分からへんねん。ここに、はい、こう魚群の顔がちょっと見えてて、はい、で、新海、そうボタンを押してこうファーって出てくるのが好きやったから。新海やったかな。新海のアグネス、アグネスね、はい、あれ効果ボタンでしたね。そう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 、なるほど。ちょっと前やもんね、あれも。早いなぁ。二人とも引き弱って言われてるけど。ドットのあれですよね。そう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 。ここにクジラ、ハンドルのとこにクジラッキーの顔があって。あ、懐かしい懐かしい。そうそう、V のあの目になりますよね、当たったら。そう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 、これ二人とも当たり引けずに終わりそうな気がする。いやいや、あれがめっちゃ好きやったから俺、あの演出が。ここにもう魚群が見えてるんよ、ここに。はい、連打でブワーってしてガタガタガタって魚群動きますもんね。懐かしい。俺はミドルのアクアが好き。ちょっとずつこう出てきとってみたいな。懐かしいですね。確かにやりましたね、数台。あとはやっぱ地中海も好きやったかな。地中海当たり軽かったですもんね。あれリメイクないですね、地中海は。地中海はありそうな気すんねんけどな。あれはユーパチで出してほしいけどな。上にカメ3匹おるやつですか。あー、そう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 、 SAG。 そうそうそう、それはあれね、新海ね。先読みで1個ずつ動いてる。そう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 、1個ずつ動いていくやつ、ね、あれ可愛かったね。懐かしい。このモード嫌。このモード嫌。変えたら。ちょっと ST 抜けたけど。お前時短や、店長やばい。お膳立てしてもらって。ちょ待って、ちょ待って、バイブ来てる。主任当たるで。バイブ来てるで。主任当たるんじゃん。いやでも泡やで、泡のままやで。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あー、当たった当たった。ボア君、ボア君同じ図柄やで、あれ。ほんまや。当たったわ、ほら。主任、しかもこれ変わるし。せっこいやつは同じ図柄やじゃん。いやー、やられた。い
まあ、ちょうど今日言ってたやつですね。そう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 、気持ちいいやつや。お膳立てされた黒潮リーチでこのボタンを押した時にリーチになってる図柄と同じやつ出たら当たりっていう。あー、当たったわこれ。あ、たっくん店長、申し訳ないです。これはたっくん当てとかなあかんやつやね。あ、ウィンクした。あ、熱いじゃん、ウィンク。チャンスアップやで。ウィンクしましたわ。チャンスアップやで。ハグしたおもろい。あー、終了。店長当たらず。何も面白くない。16かな。4ですね。何も面白い。店長、ちなみに銀パラは海に入りますか。いや、一応海やけど。銀ギラパラダイス。あれはリミットフィー。これは1回も売ってないね。あ、本当ですか。ニューパスとかありましたけどね。銀パラだけは売ってないから。いやー、アタックも一応 ST で当たりましたね。はい、当たりました。よかったです。ミキ店長、引き弱って言われた。海好きすぎるがゆえにやね。いや、10時半にもそうやった。そうやったね。そうそうそう。その前、10時半にの前にハマってた、あれ、大島さんが出てる銭形の時もそうやった。好きすぎたら当たらへんやつ。好きすぎたら当たらへん。お金使わされんねん。突っ込む派ですね。じゃあ、いやー、主任すごかったね。当てた。ほんまに当てた。一番嫌なパターンやったね、あれ。大移動してすぐ当てられるやつで。はい、ということで、お疲れ様でした。本日ね、寝台の大海物語4ブラック。これ、僕ですか。ちなみにね、一応今日、序盤、最初に言ってたのはね、出玉、もしくはまあ回数かなとか言ってたんですけど、まあ一応、どっちにしろ、キムユさん1位やったもんね。おめでとうございます。ありがとうございます。あと7連してね、16ラウンドの引きがすごかった、はい、いいですね。まあ、次が、フゲタギ主任ですね。はい、連チャンあんまりなかったけど引き戻し早かったですね、はい、その次が一応タックンと店長が単発ずつやったんですけど、まあ、キムユさんと、主任の代を引き継ぎましてね、各編で当たるかどうかやったら、まあ、タックンが当たったので、残念ながら店長はちょっと一人当てれなかったんですけどもね。はい、キムさんどうですかね、これ大海ブラック4。いや、面白いですね。面白かった。はい、まあ、めちゃめちゃ当たったんで。それはあんだけ連チャンしたらね、はい、多分これで新フォギア打ちに来たら多分また負けるで。ちょっとブラック探します。探そうか、はい、寝台やからね。はい、はい、まあタックンとちょっと店長は海好きすぎて、そういうことです ね、 ね、はい、愛がね深かったね、はい、めっちゃ。まあ、じゃあ告知終わってからね、じゃあ今日はちょっと店長に、ケツバットしてもらうんですけどね、はい、いや、する人をちょっと決めといてくださいね。告知じゃあどうします、主任やってもらっていいですか。やりや。何ですか告知。誰がやる告知。キムユさんからタックンやる。もう全部俺、ね、海ブラック。はい、海ブラック。じゃあ告知最後ねお願いします。はい、すごい音になってますね。はい、素振りしますね。1月2日から、自分やられる、今日から、知識最速で動いてます、はい、今打てた近江ブラックとウルトラマン16台、はい、で近江も1円に3台ございます。はい、あと綱取り物語と、あとゼータガンダムがパチンコで4機種動いております。はい、あとスロット 1台ずつなんですけども、トータルイクリプスと、はいはい、ハイスクールオブザデッド、はい、あとチュラメキ、はいはい、3台絶賛稼働中です。はい、はい、あと1円もね。チュラメキで読み方合ってるんですよね。チュラメキでいいんかな。片式名ピカレアイラン。あ、そうなの。全然違うんですよ。なんでやろう。P ワールドはなんて載ってるんですか。チュラメキ、チュラメキ、じゃあチュラメキでいいんかな。はい、間違ってたらまたご指摘ください。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあとはどうしようかな。リフレッシュオープン言うとく。あ、そうですね、リフレッシュオープン1円も大幅にレイアウト変更して、はい、まあ、今さっき言った近江ブラックであったり2機種多数入ってますんで、はい、はい、ぜひご来店ください。お待ちしております。じゃあ最後真ん中かな。はい、これですね。はい、で今週末678と抽選会ございます。はい、で大当たり本数はうちのお店が一番多いですかね。はい、はい、台数も多いですが大当たり本数も多いので、こちらもぜひ楽しみにしてきてください。はい、これは大阪だけなのでね、はい、大阪パチンコバする夢祭りということで、はい、まあ、こちら週末、今週末ですね3日間ありますので、ぜひ遊びに来てください。抽選時間が、3時7時、これも固定ですね、3日間ね。ぜひ、この時間もね来ていただけたらと思います。あと一応、気候なセレクションやってるんやったね今ね。やってます。明日は3日最終日、バニラビスケット、ビスケットね、これはちょっとファンシーですけどね、
はい、2 by 2ですね、はい、2 by 2 2倍数って知ってる？知らない。みんな知らんやろね、多分。これどうやったんですか、コーヒーとカステラは。あ、全部出ましたよ。はい、すごいね、うん。大人気です。ちょっとビスケットね、どうなんかなって。2倍数もちょっと朝から来てもらわないと。まあ、数にね、各店限りありますので、はい、ぜひお早めにあのお買い求めいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。ということで、じゃあ今日ケツバット誰やります？それも買った人間が、ちょっと、下克上ですかね。そうですね。はい、じゃあちょっとあの、イーゼル多分避けてもらった方がいいかな。危ないかな。あそこヤンキーおりますよ、ヤンキー。ほら、やさぐれヤンキーいますよ。うんこ座りしてるヤンキーおるよ。せっかくパンダ復帰戦やのに、負けるとは。おかしいやん。視聴者が見たがってたのは、俺のケツバット。俺がフルケツバットね。そうや。俺がフルケツバットやったんやけど。忖度したあかんでって言ったよね。もう重きし行った方がいいですよ。ケツにバットした後の俺のこのプルプルが見たかった。久しぶりやったので、はい、どの角度が一番、ケツバットのアドバイスしてあげた方がいいんちゃいます？キムヨさん多分初めてで、ね、あのね、はい、思い切りやね、思い切り、とりあえず思い切り。、うん、かしこまりました。さっきまあまあ音鳴らしてたと思うけど、あれぐらい振ってもいいと思うよ。あれやで、あのちゃんと音鳴るように当ててな。音鳴るように。音鳴るように。これミスったらあれよね、店長キムユさんにやったらいいんちゃいます？ああ、そういうこと。うん、ミスったらね。じゃあミスらずに、はい、そうそう、あの痛くなかったら店長お手本ということで。怖いわあの人。眉間が怖い。この角度で映りますかね。あ、映ってる映ってる。はい、いや、じゃあ久しぶりやわ。いきますね。はい、しっかりいかなあかんで、ね、はい、しっかりいきます。ミート捉えて。はい、野球やってたんでね、一応。あ、ほんまに。じゃあ行こう行こう。今の初めて聞いた。いいぞ。ほんまやん。そうや、腰で1年だけですけど野球やってた。ちょっと待って、タバコ置くわ。危ない危ない。危ない。思わず飛んでいきそうな。あ、いいや、ちょっと素振りしとく、うん、ちょっと振りみたいな。おー、いいよ。これぐらいでいきますね。大丈夫、首当たらへん、痛くない？大丈夫、はい、もう重きし、もうほんまに重きしでいいよ。メガネ、メガネ吹っ飛ぶぐらい振らなかんね。じゃあ振り切りますね。はい、行きましょう。じゃあ行きます。はい。めっちゃええ音した。パダさん、これは甘いよね。めちゃめちゃええ音になりましたよ、今。パダさん、どうですか？パンダさん特訓、痛い。痛いの。痛かった。かゆいんか、かゆいんか、かゆいんか、痛くないんか。パンダさん、特訓します？これ、僕、やられるんですか？はい、受けてみろってことですね。パンダさん、お手本をお願いします。もう皆さん、次回からこれぐらいでやっても大丈夫なんで。ほら、見こもってない。そうそうそう。いや、まあ、番長と一緒で特訓ですよ、特訓。はい、お手本。もうこれじゃあ、これを一応基本として覚えておいてください。大丈夫、ちゃんと音鳴らすから。ああ、わかりました。ウエストポーチだけ前にしといてもらっていい？マジで壊れるから。ほんまに。勝ち上げる感じでね。はい、フライを打つ感じで。打つ感じ。あれ、耳のやつ大丈夫かな。ちょっともう取ってもらっていい？ごめんね。機材、はい、壊れたらポケットまでやから。はい、じゃこれで。はい、行きましょう。はい、準備は万端。これ基本、これ基本ね。あ、なんかプルプル久しぶりに見たわ。なるほどね。すごいやろ、あれ。打ち上げた後。これを見てたらさっきは手抜いてますな。そうそうそう、もうあれぐらいやって、あれが平均なんで。あ、わかりました。はい、今度からこれで。俺言っとくけど、はい、あの合同で、はい、富田マネージャーにこのぐらいの強さでやってた。重くしやってた。やってた。そう、その後めっちゃ謝ったけど。そうそう、やってたね、そういう懐かしいです。まあ、ギアも平均これぐらいで、はい、どんどん上げていってもらったらいいと思います。そうそう、これこれって言われた。西田さん普通やから、はい、ほんま痛いからな。勝ち上げる感じで、ね、そうそうそう、勝ち上げる感じで。まあ、このバット矢を置いとくんで、いつでも練習してください。よろしくお願いします。まはい、ということで、このチャンネル明日が、淀川4店舗合同で、これ実は前回北摂3店舗と淀川4店舗で対決したんですよ。スロットで、でメダル対決しまして、淀川4店舗が負けたので明日罰ゲーム執行放送になりますので、ぜひ見ていただけたらと思います。僕呼ばれてないですけど。淀川4店舗来んの？これあ、ケツバットしに来る？あ、一応股間ハリセンが入ってたような気するんですけどね。そうそうそう、ただね、ちょっとね、白石店長がね、アイスバケツをもうかなり嫌がってまして。
ちょっとそれに代わる罰ゲームを今ちょっと考えてるんですけどね。まあ、ちょっとアイスバケツってこうやるやつですか。そう一応あのやったことはあるんで放送で、そうあの駐車場をね借りてやってもらってたんですけど、白石店長がどうしても嫌だと、もう今すごい嫌だ嫌だって言ってるんで、ちょっと考えたいと思います。はい、よろしくお願いします。ということで今日のチャンネルこんな感じで今日は終わりたいと思います。このね3時から日本戦ありますんで、ぜひ皆さんあの見ていただいて明日の仕事遅れないようにしてください。それではさよなら、おやすみなさい。ありがとうございました。